はい、こんばんは、なしめだです。今回ですね、ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズにまたまたやってきたお試し3連ガシャ、これをですね引いていきたいと思います。今回はですね、その期間が15日以上ありますので、それをですねまとめて引いていきたいと思います。ですのでですね、動画でまとまった段階ではもう皆さんは終わっているのではないかと思うんですけれども、果たして何が出たんでしょうか。個人的に狙っていきたいのはポルタロ。ではまず1日目参ります。さあ来い。まあ、グレートアップの確率はですね、多分 7-8% だと思うんで、そんなに SSR 来ないと思うんですよね。白ポアからのドラトワー、オフィバナで、いきなりちょっとなんか熱い感じできましたが、残念でした。そして、ドラドラの火花がなくなってちょっと格下げのロギンス。さあ、1日目最後。どうでしょう。ドラドラのみちょっと弱いね。あ、でも金に上がってテッドショックでしたね。というわけで1日目は SSR なし。ということで、まあ、15個で交換はしないという感じのスタートとなりました。まあ、まだまだね、期間は長いので、何回かは SSR 出てくれると思うんですけれども、果たしてどうなんでしょうかね。まあ、他にもね、ユカコとかも一応出るらしいので、そういう強キャラが出てくれれば非常にありがたいと思います。というわけで、2日目に飛びたいと思います。はい、やってまいりました。2日目ですね。ポルタロー、これで出てくれないとなかなかね、狙うチャンスがなくて本当に困ってるんですけれども、まあね、SSR はとりあえず出てくれないと、まあ始まりませんので、なんとか出ていただければと思います。というわけで、2日目参ります。来い。まあ、最初は白ポアか金ポアなんで、まあ、金ポアだと非常に1枚目が厚くなるんですが、白ポア。からの、ドラドラオフィバラ、おお、あったあった。いやー、ドラドラオヒバラだと結構チャンスあるんですよね。おお、金壁ドラドラオヒバラ、あったダメか。金壁だったのに、しかもドラドラオヒバラだったんですけど、おお、すごいな。あー、すごいんだけども、伸びきれず。残念。オール金ですか。まあ、オール金の SR というのはなかなかいいんですけれども、今回も15個使って交換はしませんね。残念ですが、2日目もこんな感じで終了とさせていただきます。では、3日目に参ります。はい、3日目入りました。まあ、D パスオーバードライブの、ログが流れておりますが、これは何でしたっけ？このジョースター家の味方キャラが出やすい今ガシャになってますね。しかし、今はそれには興味がありません。3日目のお試し3連ガシャ参りたいと思います。SSR グレートアップ。ポルタロー狙い。他にもナイフとか、ユカコとか、強いキャラなら非常に、もう強行ですよね。タダで引けるということで。白。リセアスロ来い。どうでしょう、どこどこ青。ちょっと弱いかな、マニッシュ。どこどこだと基本的にはあまりね、昇格しないですよね。ドラドラ赤。ワンチャン。お、勝手に来て。来た。あっと、そこですか。ディオチェーン。SSR 来ましたね。とどめの一撃リオちゃん。おお、ドラドラヒバナ、金壁。ああ、惜しい。2枚来たら、ちょっと本当に交換するか悩んじゃうとこでしたけども、リオちゃんですか。いやー、リオちゃんだけですと、ニューですけれども交換しないという感じになりそうですね。はい、というわけでですね、4日目に参りたいと思います。はい、4日目です。ジョースター系&テベリカ社が続いておりますが、昨日のですね、ディオチェンは残念ながらスルーさせていただきました。いやー、なかなかこれ SSR の出現率も悪いんですが、実は、このね、出るキャラもあんまりいいのが出にくいということなんですよね。さあ来い。4日目です。白からの、まあ、昨日出ちゃってますからね。ドラドラのみちょっと弱い。はい、ジョセフ・ジョースター。3枚目。ドラドラのみで、あ、金で上がって、ジョナサン・ジョースター。さあ、主人公が2つ揃っておりますよ。火花がないですね、今回は。というわけで、残念ながら、SSR なしということですね。まあ、なんかこういうガシャでもね、先導とか引いてる方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう人は本当に幸運だと思いますね。というわけで、5日目に参りたいと思います。はい、というわけで5日目ですね。ジョースター家&テベリガシャがまだ続いておりますが、結構やはりね、グレートアップで引くのはなかなか大変というのをこのね、
お試し3連ガチャで体感させていただいております。というわけで5日目参ります。 SSR 狙いのお試し3連ガチャ、来い。まずは白金庫内ですね。からのどこどこのみ、白どこはダメ、白どこは無理、トニオトラサルディ。そしてうわ白どこ、今回ダメだろ。あれでも金に上がった、珍しいな。白どこで金に上がるというちょっと珍しいパターン。そしてうわーダメだ、白どこ3連発の大外れで残念。これも当然交換しませんね。真ん中のねジョセフはスキルゲージ回復なので結構使える SR でありますけど、まあ、15個使う価値はないということでね。では6日目に参ります。はい、6日目。いやだいぶね時間も経ってきました。ジョジョフェスがもう始まっております。広瀬光一くんアクト2が登場しましたね。しかし今回はこのお試し3連ガチャをひたすら引いていきたいと思います。まあ、光一くんはねとりあえず今回はスルーしようかなと思ってるので、ダイヤをねしばらく温存しております。はい、白パワーからのどこどこ青火花、まあどこどこがねちょっと厳しい。そしておお来た、なんだやった、これは決意の方ですね。結界ではないか、結界だったらすごい悩むところですけども、ダメですね。いや2枚目来ましたか、早々と。結構運がいいような気がしますね。はい、こんな感じの本日のガチャでしたけども、まあ決意はねプラス4なので、もうこれ以上重ねても実はそこまで恩恵がないという、まあ、ちょっと残念なところでしたね。これも多分ね交換しないと思いますね。まあ、残念ですけれども、また次のチャンスにかけたいと思います。というわけで7日目に参りたいと思います。はい、7日目ですね。ジョジョフェスが続いておりますが、いや昨日ね決意が出てしまったので、どうなんでしょうかね。SSR そんなポンポン出ないと思うんで、ちょっと今日は厳しいかなと思っております。しかし出てほしい、ポルタローお願いします。まあ、ガンガンね SSR が出ればその中に当たりがある感じだと思うので、まあ、いかに引けるかという勝負になりますね。さあ白ポーからドラドラ赤ひから、よし、あー惜しい。いやー今のは結構ありましたね。そしてドラドラのみに下がっちゃって西村奥安、4部キャラが続きましたね。そしてラストドラドラ、ちょっと弱いかな。4部揃いの今回でしたけれども、まあ、残念ながら外れでしたね。まあ、昨日やはり出ていたということで連続で引くのはなかなか厳しいというところでしょうか。では8日目に参りたいと思います。はい、8日目ですね。赤限定 SSR 的中率グレートアップ、ジョジョフェスが終わったところです。個人的には青限定のガシャが来たらちょっと引きたいとは思ってるんですけれども、なかなか来ないんですよね。青のあの新キャラが奥安以来出てないので、まあ、その影響もあるかと思います。さあ8日目ですよ。今のところ2枚出てるので21分の2ですね。さあ来い、どこどこどこ、白は無理、はい片桐安住郎、白どこは無理、来い、あー白どこ連発は、うわー、いやービンゴしますかこれ、もしかして。お、金壁ドラマ金丸、いやー上がらない、上がらない、今のは来たと思ったな。はい、ジョナサン・ジョースターでしたね。いやー惜しかった。素人後2連発から一気に爆発するパターンかと思いましたけどね。はい、では9日目に参りたいと思います。はい、というわけで9日目赤限定 SSR が続いておりますが、どうでしょうかね。24分の2。大体確率通り 7-8% で出てる感じですね。さあ、頼むよ。ポルタロー、ここで引きたい。ここで引けないと全然引けないんですよ、本当に。金ポア来た、どうでしょう、あー、金どこ、あー、どこどこの見たった。もったいない。いやー、もったいない。そして白どこ、ダメかな、ちょっと金で運を使っちゃった。最後、いやー白どこ
いやー、あれっしー。あれっしー。いらないね。はい、というわけで、まあ、こんな感じでしたね。まあ、金ポアがついに、初めて来ましたね。9日目にして、ようやくの金ポアが見れましたが、残念ながら SSR は出ませんでした。というわけで、10日目に参りたいと思います。はい、というわけで、10日目がやってまいりました。もう中盤過ぎたのかな ?17 回ぐらい確か引けたと思うんで。さあ、お願いします。3枚目を求めて、どうでしょうか。昨日、金ポアが初めて来ましたから。よし、金来い今度こそ !SSR! ドラトラキーボラン来た!あー、ダメかー!いやー、ダメですか !J がいる。どこどこ、白どこ、白どこ、白どこああ、今日も最初で燃え尽きるパターンですかね。ああ、どこどこ青いバラ。ちょっと上がったけど金の愛ですね。ジャンピエール・ポルナレフ。いやー残念。来たと思いましたね。まあ、J ガイルはね、もう100枚以上も重なってますので、もうほとんど伸びしろがありませんね。では、11日目に期待していきたいと思います。はい、というわけですね、ジョジョコレが始まっておりますが、まあ、この掛け追いはね、結構いい場面の掛け追いなんで欲しいですけれども、まあグレートアップなどでね、このお試し3連ガチャと同じ確率ということで、なかなか SSR が引けないと思います。さて、11日目は果たしてどうなるんでしょうか。青ポアからのドラドラのみではちょっと SSR は厳しい。なんかトニオタラサルビーよく出ますね。4部の R。うわぁ、白どこだ。今日はダメか?今回は、ちょっと、伸びがないですね。うわぁ !R3 連発。これはもう見どころもない11日目でございました。まあ、ジョジョこれがね、ちょっと引くか引かないか悩んでるんですけれども、まあ、現状はね、スルーしようかと思っております。というわけで、12日目に参りたいと思います。はい、12日目、ジョジョこれが続いておりますが、さあ、お試し3連ガシャ。11分の33分の2か。結構厳しくなってきましたね。確率悪いですよね、やっぱり。ジョジョクルはしかもその中で5分の1で特定のキャラなので、掛け追いはなかなか引けないと思います。さあ、12日目。来い。そろそろ SSR 来い。白場からの、どこどこか。はい。ルー。さあ、2枚目。ドラドラ青ひばら!よし!ああ。SR にも伸びずという、ちょっと伸びきれない、この、今日この、うわ、白どこ終わった。終わった。いや、2日連続 R3 枚はなかなか厳しいですね。なかなか、嫌な感じの3枚が、揃っておりますね。というわけで、次は3日目、参りたいと思います。はい、13日目ですね。正義の心を持つ者たちガシャというのが今始まっておりますが、まあ、これはね、つなぎのガシャで、まあ、今回のあの、新しい掛け追いがまだ出るガシャとなっております。さあ、ポルタロウ。いや、ポルタロウは本当、いつ、どうやって手に入れたらいいのか、わからないんですよね。白パ。ここを言えばね、本当に出てほしい。どこどこのみでは厳しい。ちょっとね、2日連続 R だったので、そろそろ、ドンと来てほしい。2枚目!うわぁなんだこれ。すごいわ、低調な流れですね。来い!ドラドラキーボラあー !SR にも上がらない。9枚連続、3日連続 R だらけという、ちょっと今、絶不調の時に入っております。ただそろそろ出そうな感じもありますので、14日目に期待したいと思います。はい、14日目ですね。さて、そろそろ SSR が出てほしい。さすがに39分の2はね、グレートアップは厳しいと思いますよ。来い !SSR が欲しいです。白ポアからのどうでしょう?ドラドラカイフラン!あーっと、意外に SSR にも上がりませんね、最近は。そして、白どこ。おっと、まさかの、これ、
今日も R3 連発あるのか。うわ、白どこ終わった。いやー、12枚連続、4日連続 R ですか。これはね、いけませんね。まあ、気にせずにね、また明日、向かいたいと思います。15日目ですね、明日は。いよいよ終盤となってまいりました。はい、15日目。ジョジョフェス、音石明が登場してきました。なかなか爆発力のあるキャラのようですが、まだね、ちょっと評価はよくわからない状況です。さあ、15日目の、お試し三連ガシャ。いよいよ佳境となってまいりましたが、ちょっとね、前半の方で2枚出て、その後ずっと出てないので、そろそろ来てほしい。白どこ。なかなかちょっと R のね、波が抜けれませんね。小林珠美が、なぜか、まだニューでしたね。これはかなり意外ですね。そして、白どこ。あ、ようやくでも R の波を抜けました。白どこで抜けましたね。そして、うわ、でも白どこ。でも白どこですね。出ませんね。45分の2ってちょっと、これグレートアップのガシャ引けないですよね、この確率ですと。なかなか厳しいですな。はい、というわけで、16日目ですね。もう、チャンスはほとんどありません。さあ、16日目やってまいりました。ジョジョフェス SSR 超グレードアップには目もくれず、さらに狙っていきたいと思います。お願いしますよ。来い。なかなかこのね、お試し3連ガシャというのは、厳しいというのを相変わらず認識させられておりますが、白ポワからの白どこは、もうちょっと、うわ、また昨日の、あの、ニューで、あの、昨日拒否したので、まだニューなんですよね。今ね、おー、ロカミは金。あー、あかんなかった。チャカー。ダメかー。いやー、白どこ。はい。西村おやすですね。16日目、残念ながら、2日連続、小林珠美のニューが出るという、まあ、なんとも言えない結果でございました。あと、実質2日しかないということで、それに期待したいと思います。はい。17日目の、お試し3連ガチャ、参りたいと思います。いよいよ、チャンスはあと2回。今のところ、48分の2ですからね。もう出てもいいと思うのですが、果たしてどうでしょうか。さあ、金ポア来い。金ポア。あー、白ですね。からの白どこは、ダメです。ボインゴ。白どこは無理です。ドラドンヒマだ来い。上がんない、上がらない、この壁が厚い。ジョナサン・ジョースター。あ、虹だ、ポルタロー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 、あおー、ポルタローならぬ、ポルナレフ。ジョータローがどっか行っちゃった。これシンプルだから、まあ、強いんですけどね。強いけれども、まあ、持ってますね。まあ、今だと、あの、ジョペリがいるのでね、なかなかちょっとこのシンポルの使い道が若干下がってしまったというところなんですよね。なので、まあ、交換はしないかと思います。が、一応3枚目がね、出ましたね。はい、これはでもね、ジョータローが一緒に来てて欲しかった。ジョータローどこ行っちゃった。ポルナレフ単体ではね、ダメなんですよ。まあ明日、ちょっとここで出ちゃったので厳しいかと思いますが、最後のチャンスに期待したいと思います。はい、オーラスですね。いや、長いこと引かさせていただきましたが、今のところ SSR は3枚。51分の3。果たして、ラスト、連日で出すという幸運を得られるんでしょうか。さあ、金ポは、期待していいんでしょうか。ドラドラのみでは、あ、ダメか。抜けサック。ダメ。あ、白どこは、なぜか金に上がったけど、ウィルエー・テペリズームパンチ。ラスト！あ、でもまたなぜか白どこで、金に上がってマニッシュボーイ。終わりましたね。結果的には54分の3ということで、
5% から 6% の間ぐらいの確率だったということですね。なかなか SSR は引くのは大変かと思います。まあ、しかしね、こういうのでナイフとかユカゴとか引いてる方もいらっしゃると思うので、そういう方は非常に幸運かと思います。まあ、今回はね、一回も交換できなかったので非常に残念でしたけれども、またね、いいガチャが来ましたら引いていきたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。